ユダヤ人規定に関する1940年10月3日法律ペタンにより署名されている。ユダヤ人規定に関する1940年10月3日法律この記事では、ビシー政権下でユダヤ人及び外国人に対して制定された法律について述べる。ビシー政権下の1940年10月3日、フランスのユダヤ人を差別的に取り扱う。 最初のユダヤ人規定であるユダヤ人規定に関する1940年10月3日法律が可決された。これは例えばドランシーのような収容所にユダヤ人を集め強制収容所や絶滅収容所にて虐殺する前段階としてユダヤ人の社会的階級を低下させ市民権を剥奪することがその目的だった。ユダヤ人やその子孫を ある種の社会的立場から排除する、この法を、ビシー政権は、ナチスドイツから強制されることなく、自発的に採択した。フィリップ・ペタン元帥の側近、アンリ・デュ・ムーランド・ラ・バルテールの話によると、ビシーの反ユダヤ立法の原因はドイツによるものでは、なかった。その法は、自発的かつ自主的に立法化されたものであった。1940年7月22日、国務時間。 ラファエル・アリベールは1927年からの50万件の帰化手続きを見直すため委員会を結成した。この結果、1万5000人のフランス国籍が無効となった。アリベールはユダヤ人に関する法に署名した。これら法は、ナチの法や命令を真似たものであったため、それ、同様残酷なものであった。またそれ故イタリアのファシストが制定した法よりも厳しい。 ものであった。ペタンによる新政権が開始されると法による制限が実施されるようになった。まず、bc 政権成立のわずか1月後に最初の法が施行された。またこのドイツへ理的協力を行う政権はユダヤ人を狩るためフランス警察が執行するナジの政策を実行に移し捕獲したユダヤ人を SNCF の駅舎に連行し、後ほど ユダヤ人問題の最終的解決の一環として、フランスの強制収容所に送り込まれた。類似の制定法は、その後、アルジェリア、モロッコ、チュニジアといった当時のフランス植民地にも適用された。フリーメーソン、共産主義者など、その他の社会、民族集団に対しても、この新政権は圧迫を加えた。1941年のソ連への侵攻が開始されるまで、 共産主義者の取り締まりは、ナチの実施計画の中ではさほど高い優先度を与えられてはいなかった。アドルフ・ヒトラーは1933年1月30日にドイツの政権を握った。ペタンはその7年後、1940年6月17日、フランスの権力を得た。次の表は、bc 政権とナチスドイツとで、 ハンセム主義的法の制定措置と互いに対応する法的措置の採択にかかった期間を比較したものである。また政権獲得から立法化までにかかった時間も同時に記している。ありがとうございます。